サンシギョンスペシャル。そうですね、シングル「幸せならそばにある」をリリースし、この夏全国を忙しく飛び回っているシギョンさん。今回は幸せのおにぎりでおもてなし、日本のグルメをテーマにトーク。タイをちゃんと整理して、あの透明なスープ、日本和風の、それ生臭いがなくするのが秘訣ですよね。でも前回 の時たこ焼きも美味しかったですよ。僕普通たこ焼き自ら買って食べたことはあまりないんですけど、誰かにもらって、あの 誰かが食べてるのを、まあ、一つだけ取ったことはありますけど。そうですね、これ僕が食べるとみんな皆さんが喜びますよね、はい、喜ぶだから、はい、じゃあ美味しいですよね。どういう企画ですかこれ。悔しくなるほど満腹です。今なんかラジオみたいに心の琴線に触れる音楽、声の魅力やファンへの思いを語るスペシャルプログラム、うまくいけるんだったら孫子行スペシャルボリューム3、8月18日土曜日夜7時30分から放送。ぜひご覧ください。